サンディエゴへ旅行される予定ですか？ビッター .com で家族向けアトラクションや日帰りツアーなどをご覧ください。ではサンディエゴでの必見トップ10をご紹介しましょう。10位はカブリロナショナルモニュメントです。ポイントロマ岬の南端にあり、ここから息を呑むほど美しいサンディエゴのスカイラインをパノラマで見ることができます。またここはコククジラの移動を見るために多くの人々が訪れ、カリフォルニア南部でも最も観光客の多い場所です。第9位、壮大なコロナドブリッジでサンディエゴのダウンタウンとつながる高級リゾート地コロナド島です。この島はまるで魅惑的なビバリーヒルズと陽気なカリフォルニアのビーチコミュニティを混合したようなところです。長年にわたり大統領や王族、有名人をもてなしたホテルデルコロナドもここにあります。ビッター .com でこの島への日帰りツアーのヒントをご覧ください。少し南に向かって第8位は国境の町ティフアナです。サンディエゴから距離が近く全く違う雰囲気を味わえますから、旅の計画に組み込んでみてはいかがでしょう。ティフアナは観光客、買い物客が集まる街で、人気の店やレストランが数多くあるだけではなく、歴史的遺産の街でもあります。この街を訪れるためのヒントは私たちのホームページからご覧ください。第7位はサンディエゴ湾に面したショッピングとダイニング、エンターテインメントのパラダイス、シーポートビレッジです。ダウンタウンからは徒歩10分、ボードウォークと6キロ以上続く曲がりくねった道にはメキシコ色の濃いビクトリア町の建造物やレストラン、店舗が並び活気に満ちています。海風に当たりながらの散策とショッピングをお楽しみください。第6位はサンディエゴ湾とハーバーです。ここにはアメリカ合衆国最大の航空母艦博物館 USS ミッドウェイと世界最古の鉄製商船スター・オブ・インディアを含め数々の船が博物館として展示されています。これらをすべて集めた総称としてサンディエゴ・マリタイム・ミュージアムと呼ばれています。第5位はガスランプクォーターです。ここはサンディエゴのダウンタウンの中心地で、歴史的建造物94件を含めた16ブロックからなります。ここにはサンディエゴの野球チームパドレスのホーム球場ペトコ球場もあり、魅力あふれる地域です。夜はエネルギーに満ちており、ナイトライフも楽しめます。サンディエゴの夜を楽しむためのビデオはホームページからご覧ください。第4位はオールドタウン。サンディエゴ州立歴史公園があり、ここからカリフォルニアが生まれたと言われる場所です。サンディエゴで最高のレストランやバー、美術館に加え、昔ながらの校舎、鍛冶屋、サンディエゴ初の新聞社、葉巻とパイプの店、古い家屋や庭、馬小屋や馬車といった歴史のある建物も見ることができます。第3位は海沿いに佇む歴史ある遊園地ベルモントパークです。ミッションビーチに位置しており、毎年大勢の観光客でにぎわいます。
この遊園地のメインはおよそ90年前から運営されているというザ・ジャイアント・ディッパー。アメリカ西海岸でたった2つだけ残っている木製ローラーコースターの一つです。第2位はミッションビーチ。太平洋とミッション湾の間に位置するこのビーチはサンディエゴで最も人気が高く魅力的なビーチの一つです。3キロ以上にわたって伸びるミッションビーチには活気あふれるボードウォークが続き、さまざまな催しが賑やかに行われています。第1位はダウンタウンから車で5分、アメリカ合衆国で最も古い場所の一つ、バルボアパークです。もともと公共リクリエーションの目的に作られたこのバルボアパークには広場、庭園、遊歩道、劇場、草原なオルガンパビリオンや美術館、そして世界でも有名なサンディエゴ動物園があります。家族や友人とのんびり過ごすには最適の場所です。いかがでしたか？引き続きビッタードットコムでサンディエゴのナイトライフや節約術、家族旅行、日帰りツアーなどに関するビデオをご覧ください。